まあ、これは弓道で使われる道具の一つなんですけど、まあ、やっぱりその、まあ、武道全体にも言えるかもしれませんけど、やっぱり精神面ですね。これは実際私たちが作っている、うん、日本の弓道で使っている大弓です。はい、竹弓ですね。でこういう竹、内側と外側に間だけ竹を使います。そうです、基本的にはもう都の城がこういう間だけがまあ、豊富にありますので、まあ、都の城の周り、まあ、ここは盆地なんですね、はい、でその周りの、まあ、山々はもう竹林というのが多いです。